魔界とは呪いや恨みによって死んでいった者たちの思いによって生み出された空間。そこには人型と呼ばれる死した英雄たちが果てない戦いを永遠に繰り広げる。それは地上に降りかかる災いを封印する空間でもある。その魔界を守りし陰陽師安倍の生命率いる五芒星軍、そして魔界を乗っ取らんとする黒魔術軍、さらに史上最大の怨霊平将門の復活を狙う魔界水軍、お市の方の復讐に燃える鬼道丸。生命と滝夜叉は五芒星軍と魔界水軍の総力を挙げて冥界軍討伐の策を練る。一方、魔界少女剣に接近する真田昌幸、里見八犬士を狙う黒魔術軍、それぞれの思惑が交錯する。そしてクライマックスは五芒星軍、魔界水軍と冥界軍の総力戦。お市の方を追い詰める鬼道丸を魔界少女剣豊臣秀頼の非常の剣が、そしてついに目覚めた日本最強の怨霊平将門。将門の前に五芒星軍、魔界水軍は敗れ去るが、最後に現れた真田昌幸と葵によって決定的な敗北は免れる。全てが終わった後、真田昌幸、豊臣秀頼はお市の方に同盟を持ちかけるのであった。混沌とし複雑であり、それゆえに残酷なまでに単純である。魔界重勇士伝説第54回魔界虹レインボー・イン・ザ・ダーク、心ゆくまで堪能するがよい。将門が復活した。しかしそれはまだ仮の形。完全に復活したわけではない。まだ我らにはこの魔界を守る術がある。どういうことです？秀頼はわざと鬼道丸の攻撃に手心を貸す。真田昌幸は葵を使って我らを襲う。おそらく奴らは冥界との交渉のためにそういう鬼道丸を消滅させれば将門を完全に復活させることはできる。そして葵が冥界の力を封じることができることが分かる。つまり鬼道丸、葵がいればまだ我らには冥界を封じることができる。あちきと葵ちゃん。しかし葵とやらは真田の手の内にあるのではないか。葵を取り返すためには策が必要。そのためにはバト動けるか。動けます。黒魔術軍名古屋三三郎に接触せよ。黒魔術軍に？葵を助けるために必要なのだ。かしこまりました。師匠が言ったらオラもあつきも鬼道丸、あなたは冥界に狙われる立場なのです。自重しなさい。あつきを戦うんだ。魔界にいて安全なんてない。鶴姫も分かってるでしょ。わしらが鬼道丸を守る。よかろう。鬼道丸自身が強くならねばならない。鬼道丸が強くなれば、あるいは奇跡が起きるやもしれん。奇跡？高房。何じゃ。魔界水軍の様子を見に行ってはくれまい。あの者たちにとって将門はまさにこの魔界に存在する理由そのもの。滝夜叉たちが暴走すれば魔界は崩壊する。分かった。あの体では当分動けそうもないがな。魔界の霊力、冥界との均衡を図るために全てが傾けられている。今までのように傷の回復には使え、それゆえ魂も脆くなっている。無理をすれば魂を消滅させかね、滝夜叉たちに警戒をさせぬよう。分かった。私は鶴姫は里見に合流している。里見は我らにとっての切り札。里見に合流し、速やかに我らと行動を共にするように伝えてくれ。承知いたしました。いよいよ我ら五芒星軍の力が試されることになる。この世には今万世が謎のまま彗星のように現れた安倍の生命、日本史上最強にして最高の恩義を死してなおその魂は現世を守る。彼の宿敵であったドーマンと共に魔界を作り上げ冥界の侵略を防ぐ。戦国の初め、奇跡の姫と呼ばれる少女がいた。少女は瀬戸の海の自由を守るため恋人と共にその可憐な命を捨てた。しかしその魂は魔界にて復活を遂げる。その少女の名は鶴姫。魔界で少女は女に成長した。現世で過ごせなかった日々を魔界の戦いの中で過ごす。やがてその戦いの意味を女は知ることになる。日の本一の侍大将と呼ばれた男が主君を裏切り、そして破滅する。その魂を地獄をさまよい、やがて魔界にて転生する。男の名は末高房。現世で数奇な定めをたどった男は魔界でも不思議な定めに翻弄される。男はやがて一つの居場所を見つける。交わることのない魂がたった3つ重なる。その軍団の名は五芒星群。あと2つ。その時魔界の動乱したっていうのに急に何を言い出すんだ。冥界は紛れもない脅威だよ。勝てるとは思ってないさ。どういう意味ある？ウコン様は今やガラシャ様の覚えが悪いということはわかるだろう。いやそれはだからこそ私たちの力を見せるのさ。その力を見せつけて冥界の連中に認めさせるのさ。しかし、この戦力でどう戦うつもりだ。戦力はあるのさ。いやー、どういうことだ。クキがいれば、奴らと互角に戦うことも可能だよ。そうは言っても。さあこれは貸し出す。ガラシはその霊力を義姫に向けた。その感激を縫ってしばし敵に自由を与えることができたのじゃ。しかしその時は無限ではない。時が経てば茎は動けなくなる。今も茎の意識は封じ込めたまま肉体だけわしが操っておる。わしの霊力をもってしてもその術を使うには限界があるのじゃ。茎を自由にする方法はないのかい。茎の冥界の呪いを完全に解き放つにはお市の肩に噛まれることだ。噛まれる。いわば結成じゃ。茎はガラシャによって一度噛まれても同じ毒を二度与えれば毒同士が打ち消す効果を発するのじゃ。打ち消すか。面白いじゃねえか。ドーマン、私の目的はあくまでも冥界に私たちの力を示すこと。それでもいいのかい。かまん、交換条件は分かっておる。大丈夫なのか。心配だよ。それではわしはしばしのお前たちに力を与えよう。その時までは。新選組はそれでいいかい？やはり今、明快に喧嘩売るのは賛同できねえな。不服だと言うんだ。俺たちには俺たちの考えがある。勝手なこと言うな。我々は対等な同盟関係のはずですよ。同盟なら風物すらある。そうだぜ。なら勝手にすればいいさ。対等だからね。強要はしないよ。三三郎。それじゃあ出陣だよ。まだ到着しておらぬが、大殿様曰く、サスケを助ける者が現れるとのことじゃ。娘、祈れ。目を鳴らせ。孫と戦わなくてよかったな。マークを党に知らなかったとはいえ、孫と聞いて戦うのは忍びない。見られるご子息の仮に現れる者は間もなく到着される。間もなくじゃ。足利一門にとっては鬼子と言ってもよかろうごじんじゃ。まさに我らの仲間にふさわしいと思うが、何分お会いしたことはないでな。足利一門、その者足利の怨念を一身に背負っておる。義経にも関係はあろうな。もっとも主の遠い先祖になろうか。遣唐使さん、魔界少女剣が室町に染まるのも面白かろう。しかしそう長くは待っておらぬ。参る。喜一黄岩が魔界を去り、剣士の勢力も激減した。もはや何の遠慮もいらんです。思い存分お主の刃が発揮するがよい。新選組副長、土方歳三が参上したぞ。これは土方だな。よく参られた。あなた真田重勇士の一人、三好伊佐と申す。ここに書いてあることは本当か。さあよ。ならば、なぜ大将がいねえ。我が主、真田昌幸は、冥界に赴き、ガラシャ様とお会いになられております。ガラシャのこと？他の者もあいにく出陣しておりましてな。お手前の相手は、この三好伊佐が務めます。ずいぶん軽く見られたものですね。軽くと？こちらは仮にも副長が足を運んでいるんです。そちらはせめ真田大輔殿が応対をするべきではありませんか。いや戦の折でしたな。そのあたりはご勘弁いただきたい。いかがです？もったいないな。俺を口説けるからおめえ次第。お相手しよう。目を鳴らせ。それがしは幸いなことに怪我が浅く済みましたが、やはり同説は弾を持っていなかったことが響いた。大黒殿は同説様のもと発見者もなかなか揃いませぬな。余計なお世話だ。この砦も守るにはかなり不利な状態になってきました。南側の先はまだ扱い物になります。少し私が見てきます。重兵殿、気をつけられよ。かしこまってございまする。里見殿、冥界軍はまことにここに攻めてきましょうか。ここは爽快の浜ののど元でございます。ここを落とせば爽快の浜を完全に掌握できますからな。あと大覚様がここを離れたのも敵に知られないかもしれません。この一帯はすでに冥界の手の内にありますから。もしやわざと危険な賭けですな。敵を誘い込んで落ちねえよ。どういうことです。冥界軍をここに引きつけておけばその背後で味方が襲うことができるでしょう。なるほど、我らの本軍が。生命殿、滝夜叉様だけとは限りません。限らぬ。ここに引きつけておけば他の勢力どう考えが変わるわからない。赤の総力を取り込まねば冥界には勝てぬでしょう。それゆえここで冥界軍と戦い勝たぬまでも負けぬ、そういう戦いをするのです。勝たぬではない、勝つ。勝てばなおさらよい。しかし負けねば冥界軍は浮き足だと。しかしあの将門が現れれば。生命殿のお話では将門の完全復活にはまだ時間がかかるとおっしゃっていました。今はその言葉を信じましょう。仮にそのものが現れても倒せばよい。そんな簡単なことではありませぬ。将門を甘く見ぬ方がよい。皆様大変です。早くよっしゃ壊せ！壊してきて！戦国武将の顔負けじゃ。俺は勝つ。勝って仲間を取り戻す。正直なところ、幕府も倒幕派も俺にとっちゃどうでもよかった。だが負けじゃ何もかも終わりだ。だからどんな手を使っても俺は勝つ。それだけだ。真田はこの中で天下を生き、そして我らの無念を晴らし、それを邪魔する者は滅す。葵様を連れてきたのは好都合、真田重勇士。この勇士、魔界にて目指す者は最強の証。霧隠れ才蔵、勝負だ。Kiss me。バーンバーン、レオナラス。溶ける心は光。しくれても凍る心私はお前たちを生かせはせぬ。たとえ消滅したとしてもそれが父上の力になるのなら本望じゃ。あの日貼り付けにされながら誓ったのじゃ。父上を必ず復活させると。わしはまさかの女とそんでに毒をもらって死んだ。わしはそん時思うた。己のために生き、己のために死んだまさかのこそが正しかったのだと。故にわしはまさかのと会う。それをわしの身を決したとするのだ。やむを得まい。